はい、どうも、大悟です。まあね、時事ネタはやらないというふうに言っていたんですが、心理学的に言えることがある場合は、まあ、分析って形でやろうかなと、いうことで、ちょっと今日もやっていきたいと思うんですけれども、田中聖さんがね、なんか、覚醒剤のなんか、所持で現行犯逮捕されたみたいなニュースが出てましたけど、それでなんかね、結構ね、多分ね、僕もあんまそういうね、ニュースって、コメントとか見ないからあれなんですけど、多分みんながいろいろ言うと思うんですよ。ただね、これね、芸能人はね、残念ながら薬物の再犯はしやすいんです。で、この、実は原因っていうのは、芸能人本人にだけに原因があるわけではないよねっていう風に、こう心理学的には考えられるので、それを今日は解説したいと思います。別にだから薬物やっていいとかってそういう話じゃないんですけどね。はい。でですね、これどういう研究かっていうと、例えばイスラエルの研究を見てみると、自分の素の気持ちとか、素のキャラクターを抑えてしまうと、メンタルを病んでしまったりだとか、自分をコントロールすることができなくなるよ、みたいな研究とかがあるわけなんですよ。だから芸能人って自分のキャラを偽らないといけないんですね。なんでかっていうと、まあ、素のキャラでいい人もいっぱいいるんだけど、やっぱりさ、ほら、期待されるわけじゃん。事務所とか、企業とか、ファンの人たちに。で、そうするとやっぱり自分の素が出せないから、この素が出せないとメンタルを病んで、このメンタルの悪化と薬物中毒って結構相関してるんですよ。やっぱりメンタルが落ちれば落ちるほど、薬物中毒にはまりやすいって可能性があるので、高くなるので、だからこれはまあ、ある意味、その職業的にちょっとしょうがない部分もあるのかなというふうに思います。例えば分かりやすい例で言うんだったら、科学的に見るとね、例えばじゃあ一回、じゃあなんかじゃあ大麻とかなんかそういうやつの、じゃあ初犯でしたと。で、初犯だったのに、まあね、不起訴になりまして大丈夫でしたってなった時に、まあ、こう逃れるって人もいれば、まあ、初犯だったからね、初犯でじゃあ、ね、起訴されましたけど、初犯だったんで、まあね、ちょっと次気をつけてね、みたいな風にね、解放されましたとなった時に、やっぱ芸能人で絶対怖いんですよ。この度は大変申し訳ございませんでした。二度と薬物には手を出さず、固い意志を持って、頑張っていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いしますって言うんですけど、これ言っちゃダメなんですよ。なんでかっていうと、これ、まあ、薬物中毒の研究とか見たらわかるんですが、絶対やりたくはなるんです。やるかどうかは別として、必ずやりたくなるんです。で、このやりたくなった時に、自分の感情を抑える。わ、今言いたいって気持ちが出てるけど、抑えないと、こんなことは言っちゃダメだ。誰もわからないようにしないと、うわ、でも超やりたいみたいな風な、その気持ちを言わせてあげないといけないんですよ。自分の素の気持ち、感情っていうのを表現すること自体は禁止しちゃいけないんですね。だから、皆さんが間食を食べたいなと、お菓子食べたいなと思った時に、お菓子を食べたいっていう気持ちを否定すると、かえって食べたくなっちゃったりとかするよって研究とかあるんですよ。禁止すると2倍食べますからね、人間っていうのは。なので、正しくは、おそらく、きっとまたやりたくてたまらなくなる時が来るでしょうと。うん、来ると思うし、その時は自分は一人の力で、抗えるかどうかわかりません。もしかしたら、またやってしまうかもしれません。自信はないですと。だから皆さん、助けてくださいと。自分がそういう風になりそうになった時には、その気持ちを皆さんに聞いてもらってもいいですかっていう風に言うのが正しいんですよ。ただ芸能界的にはこんな話は許されません。だってまあ反省してないとか言われるわけですよ。違うのよ。言うのはいいの。その犯罪を犯していなければ、薬物に手を出したらアウトなんだけど、薬物をやりたくて今もどうしようもないんですっていう素直な気持ちをみんなに言うのは、これ罰しちゃいけないんですよ。なぜかっていうと、これを罰すると、さっき言ったみたいに、自分の素の気持ちが言えないとメンタルを病むって現象が起きて、その先にまた薬物中毒ってのにハマってくので、だから、なんか綺麗事を、なんかその表に出てる人は言わなくちゃいけないって文化を、そういう社会構造をどうにかしてあげないと、多分、同じように、まあその薬物の再犯とかをする、芸能人が増えてくるんじゃないかなっていうのが科学的には言えるわけなんですね。はい。実際心理学者のキャスリン・バスさんと、あとは、トッド・ヘザートンさんが、行った実験とかを見てみると、自分の感情を抑えるとですね、実は 1.5 倍も欲求に弱くなるっていう研究とかも出てるんですよ。はい。だからやっぱり自分の感情を抑えるのはダメで、思ってることは言っていいんです。はい。ただ、例えばそれが法律に引っかからないんだったら別に言ってもいいんですよ。だって日本だとね、薬物を所持してたりとか使ったりとかしたらアウトかもしれないけど、いやーめっちゃ薬やってみたいんすよっていうのは別に犯罪じゃないんです、それは。はい。それは、ちゃんと、まあ、別に積極的に言う気はないけど言わせてあげた方がいいんじゃないかなって僕は思いますね。だから発言をなんか刈り取る、今のなんか炎上みたいな感じの、発言を刈り取るのって僕はね、やめた方がいいと思うんですよね。それ犯罪につながっちゃうと思うんで。はい。ちなみになんですけれども、再犯率が高いっていう話を聞くとね、みんなね、芸能人はやっぱどうしようもね、こいつ意志が弱いってみんな叩くんですけど、皆さんもめちゃくちゃ意志弱いですからね。例えばトロント大学の研究を見てみると、禁煙にチャレンジした人たちがですね、平均で何回失敗するかってことを調べた研究があるんですが、禁煙チャレンジの失敗回数は平均で 29.6 回っていうのが出てます。だから、まあ皆さんもしタバコを吸ってる人とか、あるいはタバコを吸って、それにハマっちゃった場合っていうのは、だいたい30回ぐらいは失敗するんですよ。やり直すまでに。そう。だからまあ再犯するよねって話ですね。だから別に、再犯していいって言ってるわけじゃないんだけど、だからそういう風になんかこうね、個人の力で克服するの難しい話だと思うので、まあ社会とか仲間とかそういう力が、やっぱり必要なんだけれども、そういうことをやっぱり芸能人とか著名人って言えない立場にあるから、だからね、再犯とかしやすくなるんじゃないかなっていうお話でした。はい。ちなみになんですけど、皆さんがこういう、まあ禁煙だったりとか、まあ薬物中毒はないかもしれないけど、禁煙とかダイエットとか、
どうしても自分を抑えれないことを抑えたいと思うんだったら仲間と一緒にやるのがおすすめです。ダイエットなんかは仲間とかパートナーと一緒にすると3倍も成功しやすくなるよみたいな、研究があるのでぜひですねチェックしてみてください。はい。まあ、そんな感じで悪い癖を直すための方法っていうのは皆さんもやっぱ知りたいと思うんですが、そんな方法今日番組の概要欄の方から見れるようになってます。ぜひですね、何年も治らない悪い癖を直す、8つのですね悪癖リバウンド対策という動画が D ラボで見れますんでよかったら見てみてください。あと他人の悪い癖、自分のなんか親とか兄弟とか旦那さんとか奥さんとか悪い癖を直すための方法っていうのも D ラボでは解説してますんで、ぜひですね概要欄の方から、気になる方はチェックしてみてください。それではまた次回、バイバイ。